鶴ヶ島市、高倉付近にて、日高下森都心電付近にて、鶴ヶ島日高バイパスとは、埼玉県鶴ヶ島市から、日高市に至る国道407号のバイパス道路である。坂戸バイパスと日高バイパスの間は、日光街道杉並木と呼ばれる、歴史遺産があり、国道407号はその中を走っているため、車線数が2車線から拡幅できず渋滞の原因と、 なっている。そこで杉並木の保全と、それを迂回することにより、県央道等へのアクセス強化や域内を相互に、連絡する、ネットワーク確保を目的として計画されているのが、鶴ヶ島日高バイパスである。すでに開通済みの坂戸バイパス及び日高バイパスと、直接接続する予定で、この道路の完成により、国道407号全体の定時制、 安全性が確保され、もって、沿線の良好な街づくりとそれに伴う住民の生活向上が期待される。2009年度から事業に着手しており、道路の詳細を設計中である。第一期事業として、高萩北杉並木交差点から、日高市都市計画道路3.431、原宿朝日が丘線及び3.447日港。 川越鶴ヶ島線に交差する部分までの区間約480メートルが進められており、2013年5月24日に開催された第41回日、高市都市計画審議会では、雨水処理の問題により進捗が遅れていることや、用地取得率が17%で、用地確保次第工事を進めていく考えであることが報告されている。また、 1> 第1期区間委北についても合わせて、用地取得を推進するとしている。2019年6月18日には、事業認定が告示された。2021年3月に、日高市内の 0.9km が開通し、9月12日には、第2区 1.3km が開通した。ありがとうございます。